ベタつく汗を拭き取りたい時に便利なボディシート。体だけでなく顔にも使えるものや無香料、香り付き、メンズ用、レディース用など様々なタイプの商品が販売されています。また、ビオレ・ギャツビー・ジー・ブリーズ・デオ・コア・ユーラなど幅広いブランドのラインナップでどれを選ぶか迷ってしまいますよね。今回はアマゾン、楽天市場、ヤフーショッピングなどで売れ筋上位のボディシート20商品を比較して最もおすすめのボディシートを決定します。比較検証は以下の5点について行いました。サラサラ感、清涼感、肌触り、強度、香りの良さ。果たしてどの商品がレモングラスが選ぶ最強のベストバイ商品なのでしょうか。ボディシートの選び方のポイントもご説明しますので、ぜひ購入の際の参考にしてみてください。リストの最初の製品は、ボディシート花王。液をたっぷり含み1枚で全身を拭けると歌う、メンズビオレボディシート。歌い文句通り、液がたっぷり含まれていたためしっかりと汗を拭き取れ、乾きも早く、サラサラ感を得られました。清涼感の検証ではモニターから、スーッとした清涼感を得られる、時間が経っても清涼感が残っていたとのプラスのコメントが多く上がり、暑い日にぴったりの商品です。厚みがあって強度が高く、柔らかいシートが特徴。肌触りが良く、拭き取りやすさが魅力です。香りの良さの検証ではモニターから、すっきり感のある優しい香り、ほんのり石鹸の香りがすると、コメントが上がり、男女問わず、人気でした。汗のベタつきが気になる日や、暑い日におすすめのベストバイボディシートです。リストの2番目の製品は、気持ち氷冷ボディシートペンギンの、気持ちグローバルプロダクトプランニング。ボディシート以外にもボディミストや、バスソルトを販売している、気持ち氷冷ボディシートペンギンの気持ち。汗のベタつきを拭き取れ、サラサラ感を得られました。優しい肌あたりのシートで、ゴワゴワ感がなく、しっかり拭いてもほとんど刺激を感じません。モニターからは、しっかりとしたシートで破れることもなく、最後まで使い切れたと強度の検証でもプラスのコメントが上がる結果に、商品名の通り、清涼感があるため、程よいスースー感を得られ、モニターからも高評価でした。香りの良さの検証ではモニターから、ミントの香りで暑い日に使いたいと好印象のコメントが見受けられました。程よい清涼感を得られ、優しい肌あたりのボディシートを探している人におすすめです。次の製品は、アイスノン極冷ボディシート白銀アース。アイスノン極冷ボディシートは、さっぱり使えるメントールが配合されています。1枚で全身を拭ける大判タイプです。サラサラ感の検証では拭いた直後に、しっとり感が残ったものの、すぐに乾き、サラサラ感を得られたため高評価に、パッケージに、極冷と書いてあるように、拭いた瞬間から、スースーとした清涼感を得られ、涼しさを感じたい時におすすめです。シートの厚みが程よく、滑らかな肌触り、サイズが大きく伸縮力もあり、全身を拭くのに適しています。香りの良さの検証ではモニターから、程よいミントの香りでシームを選ばず使える、ミントの香りなので、涼しさを感じられるとプラスのコメントが。一方で、ミントの香りが苦手な人には不向きでした。スーッとした清涼感が欲しい、暑い日にぴったりなボディシートです。リストの次の製品は、アロマボディシートアインファーマシーズ。アユーラアロマボディシートは、森林浴をイメージした、すがすがしいアロマティックフォレストの香りが特徴の商品です。汗のベタつきを拭き取れ、サラサラ感とは異なったしっとり感を得られました。清涼感はほぼありませんでしたが、強すぎない清涼感を求めている人にはおすすめです。厚みがあり、柔らかいシートで、肌触りの検証では、高評価に、強度もあり、全身を1枚で拭きたい人にぴったりです。香りの良さの検証ではモニターから、アロマのような香りで、気持ちが落ち着く、高級感のある香りとプラスのコメントが上がりました。
汗のべたつきを拭き取りたい日はもちろん、リラックスタイムのお供にもおすすめのボディシートです。次の製品は、ビオレレーシートカオー。ビオレレーシートは、メントールが配合されており、清涼感を得られると謳っています。サラサラ感の検証では、液体がたっぷり含まれていたので保湿されている感覚がありました。また、汗のべたつきも拭き取れ、サラサラ感も得られます。謳い文句通り、拭いた直後から清涼感を得られるので、真夏には欠かせない一枚です。水分がたっぷり含まれており、程よく柔らかいシート。拭いていて破れることはなく、強度には問題ありません。香りの良さの検証では、優しく甘めでふわっと香るとコメントが上がったものの、鼻にツンとする香りがするとコメントも上がり、意見が分かれました。リストの次の製品は、全身スッキリシートカオー。ビオレ U 全身スッキリシートは、肌に優しく、親子で使えると謳う商品です。サラサラ感の検証では、汗のべたつきを拭き取り、潤いを残しつつ、サラサラ感を得られると好評。しかし、スースー感をほとんど得られないため、清涼感を求めている人には物足りない印象です。柔らかいシートで厚みもあり、肌触りの良さが魅力の一つと言えます。全身に使っても毛羽立つことなく、強度の検証では高評価でした。香りの良さの検証ではモニターから、香りはほとんどしないとコメントが上がり、使用するシーンを選びません。リストの次の製品は、キュレルスキンケアシート花王。肌荒れ予防成分であるグリチルリチン酸2系や、保湿成分であるグリセリンが含まれている、キュレルスキンケアシート。サラサラ感の検証では拭いた後すぐサラサラになり、高評価に。また、しっかりと保湿されて、潤いが保たれました。清涼感はほぼないので、さっぱりしたい人には向いていません。肌に優しい柔らかい質感で厚みのあるシート。何度拭いても破れず、しっかりとした強度があります。香りの良さの検証ではモニターから、香りがほとんどないので、シーンを選ばず使えるとプラスのコメントが多く、上がりました。リストの次の製品は、フェイス&ボディシート資生堂。シーブリーズフェイス&ボディシートは、一枚で顔も体も拭ける商品です。サラサラ感の検証では、水分量が多いシートだったものの、サラッと感を得られ高評価に。清涼感の検証ではモニターから、拭いた直後にスーッとするような清涼感があったと、コメントが上がりました。汗を拭いていると、シートが薄くややごわついてしまいました。しかし、強度があるので、全身を拭くには問題ないでしょう。香りの良さの検証ではモニターから気分がリフレッシュできる香りとコメントがあったもののアルコール臭が強いとコメントも上がり賛否が分かれました。次の製品は薬用デオドラントパウダーシートピュアシャボン構成。薬用デオドラントパウダーシートは汗臭を抑えてくれる成分が配合されています。汗のベタつきを滑らかに拭き取れサラサラ感を得られる。ボディシート。清涼感の検証ではモニターから、スッキリ感はあるものの、スーッとした清涼感はなかったと、コメントが上がりました。固めのシートなので、ゴシゴシ拭きたい、人向けの商品です。しかし、一枚が小さいので、全身を拭くには物足りない印象。香りの良さの検証ではモニターから、フローラル系ではあるものの、ツーンとするような香りが気になったと、コメントが上がりました。リストの次の製品は、ハッピーデオボディシートマンダム。ハッピーデオボディシートは、汗のべたつきを拭き取れ、花粉オフもできると謳う商品です。サラサラ感の検証では、拭いた直後から、サラサラになり、べたつきを感じませんでした。スーッとまではいかないものの、すっきり、さっぱり感を得られる、控えめな清涼感を得られます。全身を拭くには数枚必要なサイズ。柔らかさはあるものの、シートが薄く、拭いているとごわつきが気になりました。香りの検証ではモニターから、ふんわりした香りで、女性向け、爽やかさを得られるとプラスのコメントが多く上がりました。このリストありにかなっていると思いますか？
コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。